ポーズの海外ガレージキット情報局のお時間です。今回はね、見ての通りワンピース、はい。前々回がドラゴンボール、前回がナルト、はい。そして今日はワンピース、はい。ということでね、早速ね見ていきたいと思います。はい。最初はサンジですね。はい。いやー、これはね、大きいね。36.5センチですね。はい。なかなか良さげな感じはしますが、服の造形とかすごいね、シワとかそういうのもきめ細かく作られてる感じ。顔も似てるんじゃないかな。わ、細長くなっちゃったこれ。 あららら、あら、白バージョン。スーツが白いやつもあるっていうことですね。ああ、顔細長いけど、画像が細長くなっちゃってるけど、似てるな。これかっこいいな、この感じ。手元のリモコンみたいなのでオンオフができるらしいですね。なるほど。やっべ、ゾロかっこいいなこれ。ちょっとこれ写真どうにかなんないのかな。うわ、このゾロかっこいいな。やべえなこれ、欲しいな。ちょっと欲しくなっちゃったこれ。ちょっと待ってよ、できいなこれ、ちょっとやべえな。いや、早速なんかすっげえそそられるフィギュアがあるな。ああ、これあれか、バンダナ巻いてるのも再現できんだ。ちょっと待って、顔も似てるんちゃうかな。これまた細長くなってっけど、ちょっとこれは普通の写真で見たいな。はいはい、これこんな感じですね、2人並べると。いや、これいいね。ここのメーカーすごいよく作りますね。JM スタジオっていうとこですね。はいはい。こちらのゾロ、こちら動画ですね。いや、これはおそらく竜巻を、黒鳥大竜巻かな。まあ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 、海外のガレージキットらしくド派手な感じはしますけれど、こう見んとかっこいいけどね、寄りで見たら こういう感じじゃなかったような気がするんだけど、でも、バンダナしてないバージョンも再現できると。なんか台座がチャッチーなこれ。
これ下の方で持ってんな、刀。すっぽ抜けそうじゃねえか。日本刀の持ち方わからないのかな、やっぱ海外の人は。結構ね、酒場で持たせてたりするからね。峰の方で切るのかみたいな。これはゾロ十郎。顔は似てないかな。似てない。これはもうなんか別物だね。もう歌舞伎、これはもう論外だね。全然似てない。これはさっきのか。ですね、はい。はい、続いてルフィなんですが、これは先ほどの、ゾロとサンジのやつのシリーズか。これは同じメーカーか。これ違うよね。違うな。なんでよりによって似せるね。ルフィはこれいいね。かっこいいな。これかっこいいな、ルフィ。いいね。まあ、ルフィに似せられない方が難しい気がするけど。続いてはナミですね。これまた、すっごいね。すっげえ衣装だぜ。まあ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 。色違いもあるってことね。これね、下の方がこれもう抜けかかってんじゃね。あ、ちっちゃい波もいるね。はいはいはい。はい、続いては、名場面ってやつですね。エースが死んじゃうところですね。杯とエースとルフィ、印象的なシーンですけどね。ちなみにこの大きさが、幅56、奥行きが60、高さ45センチと15キロ、いやー、このシーンね、いいシーンだね。こちらはまた別のサンジのフィギュア、こちらは大きさが、高さ47、奥行き63、幅が52と、はい、これはどうだろうな。一番最初のやつの方がいいかな。はい、こちらはゾロですね。これはさ、一番最初のとは違うとこのメーカー。高さ40センチ、幅26。これは人が持ってるから大きさが大体わかるね。大きいわ。5分の1。似てないな。これはちょっと似てないな。このシリーズか。はい、
続いて、またルフィですね。こちらは大きさが、55、キャラクター自体は43センチと、はい、おいおい、まあこれはあんま良くないな、似てないな、全然似てないな。左のルフィハゲとるやないか。消えてる。これはダメだな。はい、はい、続いて、またゾロですが、高さ52センチ、はい、これまたすっげー構図のジオラマフィギュアだね。このゾロは随分あれだね、ゾロ十郎っていう感じでもない曲げだね、ポニーテールみたいにしてるけど、この像自体はなかなかかっこいいんだけどね。これが52センチなんだ。続いてはロビンですね。高さ49センチと、はい、オイランのロビンって感じですかね。まあ、色っぽいけどね。ではないな、はい、はい、次は、ルフィのバウンドマンですね。いや、これは迫力あるな。これは大きさわかんないな。いや、これは迫力あるけれど台座がちょっとどうしょぼいな。これは別だね、別の。はい、はい、こちらも、動画付きですね。拳が人間体ですね、ルフィ太郎ですね。ギアサード、左のはただの艶消しブラックみたいな感じだね。右が、武装色っぽいね。種類選べるとしたらどう見ても右側でしょうね。高さが、45センチですね、約。これはなかなかいいんじゃないですかね。続いてカイドウ、すっげー迫力。
高さが58センチですね。すっげー迫力だな。あのね、もうすぐ POP の、POP マキシマムのカイドウ出ますね。4万5千ぐらいでしたっけ。あれめっちゃ高えよな。高いけど出来はすごいけど、これもまたすごいな。続いては CV チョイスだね。レイリーだよ、レイリー、シルバーズレイリー。これは高さが36センチか。すっごいチョイスだな。でもなんかこう構成としてはよくできてるよね。なんかやけにこうね、盛らなくシンプルみたいな。これかっこいいね。渋い感じ。レイリーフィギュアがそこまでないからね。すげえな、このレイリーはかっこいい。続いてはシャンクスですね。高さは 57.2 センチ。これは似てないね。なんかちょっとふっくらしてるっていうか、覇王色の覇気を使ってるとこかな。周りが倒れてるから。この船のこの造形はすごいけどな。マストの部分でっけえ酒。はいはい、次は女性に向いているチョッパーフィギュア。高さは16センチ。いや、かわいいね。これは、普通に乙女座ですかね。バルコ、乙女座。かわいいね、このチョッパーは。ああ、これは、女性にはいいね。続いては龍馬ですね。和の国の龍馬。これはかっこいいな。ゾンビ化する前のリュウマ、なんかゾロじゃね？顔がゾロなんだよ。はいはい、続いてはナミ、子供時代。こちらは高さが16センチと、はい、いや、かわいいね。ほっぺた膨らましている感じですね。ああ、これはかわいい。
セクシーな衣装のナミと並べると全然もう純粋無垢ですよ。これは可愛い。はいはい、こちらは動画ですね。すっげーベボ。最初に紹介したサンジとゾロのところですね。はい、かわいいけどな。はい、手に持つとこんな感じだね。ではラスト、はい、ルフィですね。はい、このルフィが閲覧注意ですね。はい。いや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 、これは。いや、なんかこんな時や漫画のワンシーンであったような気もしないでもないけど、それをあえてチョイスする、きねえ。これ買う人いる？いや、いらないだろこれは。これはひどいな。どんな層をターゲットにしてんのかわからない。はいはい、いや、このルフィいいな。そこまで似てもないな、うん、これはこの角度はすげえいいけど、はい、てな感じで、今回はワンピースをお届けしました。はい、次は何をお届けするか、ぜひねチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。まあ本当ね、これはただ単に見て楽しむっていう感じで受け取っていただければなと思います。はい、という感じでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。